わーい、楽しい雪です。おはようございます。私おはようございますなんです。起きたら雪景色でした。しかもこれ見えっかな、いいよ、雪の景色にマッチしてます。石神井公園まで歩くんですが、ちょっとフォト、雪フォトウォークしていこうと思います。ここまで積もるとは。この冬シーズン初ですね、東京は。なんか雪屋根がかわいいですね。ちょっと車を入れながら行きましょうか。またはい、来ました。うん、結構降ったんですね。あ、まあ、っていうか練馬寒いからね。ISO 3200。まあ、こんなので喜んでたら北国の方々には笑われちゃいますけどね。完全にこの歩道の上が凍ってます。カメラ閉まって気をつけて歩いていきたいと思います。これ歩くの大変だ。しまう前の最後の1枚撮っていきましょうか。いいよ、いろんなところに雪が積もってます。はい、じゃあカメラ閉まって石神井公園まで歩きます。と言いつつも綺麗だからどうしても撮っときたい。東京人あるある。よいしょ、綺麗だにゃー。人がいるといいんだけどな。もう今はもう通らない。はい、はい、バター。なんかこう雪のテーブルよくね、こんな感じかな。うわ、めっちゃ暗いわ。雪でピントが合わないっすね。うわ、迷ってる。マニュアルで置きます。はい、ポーズ。テーブルにポーズを取ってもらいました。やっぱり白々はピント難しいですね。滑り台、色が出ないかな。あ、影が出ちゃう。雪かぶりでいきましょう。 ISO 2000ぐらい。カメラとしては問題ないですけどね。どのくらいガサつくか。はい、木がいい感じなんですよ。これ以上上向かねえな、縮小。もう一段シャッター頑張って、こんな感じで。何ですかこれはっていう。よいしょ、早く駅の方行けって感じなんですけど。通知、もう本当ちょっと駅行く本当か。ようやく石神井公園駅の方まで来ましたあの寒くてね、凍ってて危なくて、普通ならねただそれだけの道なんですけど、
写真とか撮ってると楽しいですね。また朝、公園の方だな、公園の方ちょっと通って帰りたいと思います。それでは朝のイーサンへバトンタッチ。あっという間の1月7日の朝です。池袋に戻ってきましたが、朝早すぎて電車のつなぎが悪いんで、電車のつなぎまで18分ぐらいあるんですよね。ちょっと池袋の外に出てみましょう。なんかあるかな。これ暗いから石神井公園戻ってもダメっすね。中にもポスターがあって可愛いなと思ったんだけど、クマちゃん、クマちゃんをね、この松本清の薬マークで隠しちゃいましょう。グッドモーニング。どんな感じになったかな。いや、池袋この朝歩道の片側はカチカチです。ちょっと光がある感じで、あーどうだ、よいしょ。まだね、各駅停車しかないんですよ。ゆっくり揺られて少し元気を取り戻してから。でも無理かな、これ暗すぎるもんな。こんな暗かったっけ。石神井公園着きました。これは見事だ。お、ちょうど人が来たからこれを。すごい、もうトラックとかガチガチ凍ってるんですよ。トラックはもちろん、あのバスもあのチェーン巻いてガタガタ走ってます。めちゃくちゃ危ないんですけど。6本あるけど、そのうちの3つを取るといい感じかなって。ほい、3本の矢。石神井公園の一番、まあ石神井池かの一番、あの駅に近い方っていうか始まりですね。こっちに行くかあっち側を通るか、なんかね、結構向こう側、池の左側、もうこっち側から見ると左側が良さそうなんだよな。運命の分かれ道。いや、こっち側から右側から回ってみよう。暗いんで S3 で撮ってみますが、じゃじゃーん、石神井公園ほぼ多分全面凍りましたね。あの経験ないな。昼には溶けるかな。すごい寒そう。寒いけどマジでやばいっす。雪国すぎる。噂の5億売り物件ですが、植栽がすごいことになっているのと、マンションの木がすごいっす。
素敵なんですけどね、素敵なんですよいやーすごい。うわー、ここはどこって感じ。素敵なのである。ガチガチに凍ってますけどね。石神公園とは思えません。自転車危なくね。滑るぞ。なかなかちょっと映像では伝わりにくいかもしれませんが、池です。凍ってますが池です。なんかね、こういい雰囲気でございます。よいしょ。素敵。狙い通り、雪景色でございました。やべえ、ちょっと待った、絞ろう。相当明るい、雪のせいで明るいみたい。絞りました。なんとですね、衝撃的なことが映る。アクション2、ちょっと撮ろうかと思ったら、録画スタート。あ、これは言った。ですね、これ今私が手に持ってたからなんですけど、撮影するためにいつもの場所に入れてたらですね、低温のため録画できないという、なんとそういう罠もあるので気をつけたいと思います。かわいい。よし、それではちょっと試したかったことを、あれマイクどこだっけ、いや、手で温めて録画できるようにしました。うー寒い。よし、それじゃあこの雪の状況がどんな感じか、アクション2に見てきてもらいましょう。行くぜ、せーの。こわっどんな感じかな、もう一回。回転はさせないで、うまくそのまま木の方向に向かって、大丈夫、アクションカムだから濡れてる。楽しいの一言ですねあ、でも今回初雪だけど、またね降ってくれるでしょきっと。うわ、こんな感じ。
またね、低温で、あれかな、ユニットにしちゃったかな、低温で録画できなくならないように回してます。ここでもう一度アクション2ドローンチャレンジをして、であとは三宝寺家の出島で撮って帰ります。じゃないとですね、もう半分足が死んでます。よし、チャレンジ。これなかなかですね、回転をつけずに投げるのが難しいんですよね。よし、行ってみよう。せーの。ダメだ、もう投げ始めにスナップ効いちゃって、どうやろう、難しい。よし、ちょっと待って、ホライゾンステディで逆さまになってる。よいしょ、こんな感じかな。あれ、ちょっと待った、切ろう。なるほど、ホライゾンステディでくるくる回転してるから、なんかカメラがバカになっちゃってて、あれですね、復活するのに時間がかかる。アクションカムならではの使い方研究します。やっぱりしっかり撮影をしに来てる人もいますね。当然だよね。あ、ここ綺麗。よいしょ、綺麗だけどもうすっ飛んじゃってるな。よいしょ、ちょうど日が今、うわー、雪が冷えしまった、スローで撮りたかった。このまま APS できるのかな。よっ、あ、できません。ちょっと待ってね、 1.5 倍する。はい、35ミリモードです。スーパー35、かっこいいな。おい、ちょっと一発撮ってこう。あー、綺麗な感じ。もうちょっと遊びたかったんですけど、木々からもう今の時間帯だとこう雪がねこぼれ落ちてきて、一回ガシャーンって全部かぶっちゃったんですよ、カメラが。でちょっともう、メンテナンスに事務所に戻ろうと思います。まあ大丈夫だと思いますけどね。レンズもちょっと雪浸しになってしまいましたんで、ちょっと吹きに帰りたいと思います。楽しかったです。今度雪の時にはちょっと三脚用意します。それでは、寒っ。